はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はバキーキングオブソウル動画撮っていこうと思います。ということでね、まあね、昨日金ソルの日がありまして、来大祭ね、参加すると1000、投石がもらえるよという感じだったんですが、これかな、来大祭参加ごとに1000で合計3000もらえるよということだったんですが、まあ、ちょっとね、19時台のやつが、うっかりね、やり逃してしまったので、まあ増えた、投石はね、2000でしたねまあでも2000増えるだけでもありがたいという感じかな。でこれに関してはちょっとね、取っておこうかなと思います。まあもしね、来月も、今回の金ソルの日みたいなガチャが来るとしたらね、なんとか頑張って1万まで貯めておきたいかなとかいうこともあるのでね。はい、そんなわけで、まあとりあえずね、今回は無料を引いて、100人組手のね、ちょっとクリアできてない部分に挑戦していこうかなと、いう感じで思ってます。史上最強を目指して何が悪い。まあとりあえずいつもの無料ガチャですね。さあここはちょっと収穫なしっぽいですが、おお、久々グラップラーモード来ましたね。よかったよかった。じゃあガチャチケで追撃しましょう。100枚溜まってる。いきます。ちょっとここで戦力アップしたいね。さあ、お、どうだ、史上最強を目指して何が悪い。あるあるある、オッケー、素晴らしい。さあ何が来るか。最後っていうのはなかなかいいね、地出すねさあ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 、何が来ますか。おお、ドリアンね。なるほどなるほど。お、グラップラーモードまだ連続で来るね。オッケー、引きましょう。さあどうだどうだ、星5強化していきたい。オッケー、あるね。史上最強を目指して何が悪い。いいねいいね、久々になんかちょっと強化できそう。まあ、やっぱ無料でグラップラーモード出るとでかいよな。スエドウがすげえ出るけど、スエドウ3連発ってあ、花山だ。オッケーオッケー、よ、結局4人いるし。はい、グラップラーモード終わりましたね。まあじゃあまた、次の機会にしましょう。で、花山か。花山とドリアンだね。花山、あ、目覚めの像が足りない。目覚めの像が足りないか。ドリアンの方もまあ同じだよね、2から3なので、ちょっと目覚めの像が集まるまで進化待ちか。なるほどね。あれでもドリアンと花山だったらどっちを優先した方がいいんだ俺の場合。花山絡みが結構、あ、でもこれリベンジが上がるね、ドリアンのレベル3にすると。花山の場合はこっちか、あ、違う、これじゃないな、こっちかあ、これも上がるのか、攻撃力と素早さ。こっちは攻撃力か。いやってことは花山から行った方がいいのかな、ということみたいですね。なるほどなるほど。ちょっと待って、交換所で目覚めの像を交換しますか。あ、いけるんじゃないこれ。100交換したら、今いくつだったっけ、ちゃんと見てなかったけど、花山の方から行きましょう。あ、オッケーオッケー、これあげちゃいましょう。ほい、おけつですってして花山が、プラ3に上がりましたね。さあこれで闘魂連携の方も、報告書強化できますね。オッケーオッケー。さあこの状態で、100人組手ですね。ちょっとこれはね、まだクリアできてないので、ここ挑戦していこうと思います。結構ね、前回に比べたらね、総合力も上がったので、レベル上げてね。さあこれでちょっとクリアできるか。相手の属性がね、何だったかな、ちょっと忘れちゃうな、やるたびに。一応デッキ1で挑んでみましょうか。ここ突破できればね、なんか属性相性的には100が見えてくるはずなんだよね。さ
さあ、そうだ、相手心だ。力はちょっと相性悪いんだった。心だから技で染めたやつでもしダメだったら挑んでみましょうという感じだけど、これいけるんじゃないか。いってほしい。さあ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 、あーでもちょっと厳しそうだな。ドリアンが頑張ってる。ドリアンが回復しながら踏ん張ってくれてるから、ここ次第だ。あーダメだね。ちょっとこれはチームを変えてやり直しましょう。突破できそうだねこれ。はい、まあ一発目はちょっとやられてしまいましたが、次はねちょっと技のチームでいきましょう。ね、技パはねこれかな、多分これだね。ドイル、ドリアン、烈海王までしかまああんまりね技を持ってなかったので、あとはね弱点疲れない花山と、封印持ちの克実はねちょっと力で相性悪いんだけど、まあこれでちょっといってみましょう。さあこれで突破できたらねどんどん先へ進んでいきたいところなんだが、さあいけるか。あーちょっとレッツさん、あレッツはね攻撃力高いんだけど打たれ弱いんだよね、なんかこのゲームだと。なのでうまいことね先に攻撃できればかなりいいとは思うんだけど、あでも勝てそうだねこれ。やっぱ相性結構でかいな。ドリアの中国拳法が本体に入る。オッケー、これは勝てる。よし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 、いいっすね。さあ心のステージが鬼門なので、ここを突破さえできれば99人目は、100人目が技だよねおそらく。だからここ力のはずなんだよな。力だとしたら心チームで挑みたいんだけど、心はねそんなにたくさんいないから、等倍取れる力染めで、力染めというかまあ力中心のチームでいきましょう。まあドリアンがねちょっと弱点疲れちゃうんだけど、この場合ドリアンと花山だけ力じゃないこのチームですね、力3人の、これでいきましょう。あれ技か、あちょっと予想外だな。あれじゃあ100人目って技じゃないの、力か。まあまあまあ、でもここはね逆に力だ、あの技だったら問題なく突破できるからクリアしましょう。さあいよいよそうすると100人目が拝めるが、まあ葉月さらに、中国拳法でとどめですね。オッケーオッケー、はい。もう何度でも言うけどね、バキ飯1個とか落ちてもね、バキ飯って何万個も必要なアイテムだからね、あの何の足しにもならない。さあ、そんなわけで100人組で烈海王編ラストですね、行きましょう。さあここ属性なんだ、技じゃないのか本当に、力かな。あ技だよね、あ技技って続くんだ。まあまあまあ、でも技だったらいけると思うんだよねこのチームで。さあ勝美、うん落ちる、勝美が落ちた。ここからはあドリアンあっさり落ちる。さあ花山はねちょっと弱点疲れちゃうからちょっと仕方ないところではあるんだが、ここからねシコルスキーとドリアンで、あドリアンじゃないシコルスキーとスペックでなんとかいけそうだね。オッケー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 、よーしやりました。100人組でクリア、100人目倒しましたね。オッケーオッケー、こうなると、任務の方でね100人組で烈海王編、いやーやっと達成ですね。オッケー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 、ちょっと衣装変えますかせっかくだから。まあただのね見た目衣装なんだけど、これかな、烈海王の戦闘着着替えましょう。で、普段着も、あ普段着はこっちのままでいいか、戦う時だけ烈海王っていうね。はい、まあこんな感じでね、まあ他の人たちというかね、まあある程度課金してる人たちとかであればね、もうこっちの死刑周辺に挑んでるんだろうし、100人組手はねもうとっくにクリアしてるとは思うんですが、まあ無課金でもねそろそろ
地道にやってるとね、烈海保山は突破できるぐらいの強さになってくるという感じですね。はい、というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。